大箱、典型的な雑草の一つ。踏みつけに対する抵抗が特に強い。雑草の定義は主に社会学的なものと生物学的なものに分けられる。社会学的な考えでは、農耕地などで作物以外の人の意図に関わらず自然に繁殖する植物、景観を損ねるところに生える人に望まれない、植物など間接的、 直接的に損害を与えるところに生える植物のことを指す場合が多い。社会学的な雑草の定義は、個々の人間の主観、価値観により変わり、どの種が雑草であるかの定義も人それぞれである。生物学的定義では、雑草とは土壌拡乱に対応した植物を指すとされ、種子が不良な温度変化、湿度変化に耐え、休眠状態で死滅せずに土壌中に深くに保存され、 その後に耕屋市などの人為要因や、高雨降雪などの自然要因により、土壌が拡乱され、種子が土壌表層に持ち上げられ自然に発芽し、育った、その場に生える植物のことを指す。生物学において、人里や河川時期に自然に生える植物は、雑草と定義される。通常、草について言う、雑草を単に草という場合もある。 吐き溜め聞く特定の分類群を示すものではないが、人の活動、操作によって強く格乱を受けた空間を生息場所と、する点で、共通の生態学的特性を共有することが多い。転じて、重視されないがたくましい存在、悪く言えばしぶとい存在として、比喩に用いられる。これらは、分類上は、多種多様な植物からなる群れであるが、死だ植物で雑草とみなされるものは、 極めて少ない。脱脂植物は海無である。皮脂植物でも稲か菊科のものがかなりの部分を占める。これらは皮脂植物の中でも進化の進んだグループと見られている。また、気化植物も多い。これは人の生活範囲に密着している植物であるがゆえ、ある意味で当然であると言える。また特定の栽培植物には、それに対応する雑草が存在する場合がある。 繁茂状況によって、これらに付随して生息する動物群も存在し、蚊やハエや昆虫、それらを餌にする蜘蛛などの節足動物、ネズミ等の小型哺乳類、小型の鳥といった小動物が生活する格好の場所を提供する。しかし雑草によって、人間の活動にとってが愛中が発生する元にもなる。日本語では種の名称に、ある種の下げすみを含んだものが用いられることもある。 例えば、動物の名前を冠すものや、迷惑感を示すものなどがある。その他、吐き溜め菊や、ヘクソカズラといった、有難からぬ名前を付けられた種もある。これは、人々にとって有用でない、あるいは一般には取るに足らない存在と捉えられている、ことから名付けられた。雑草の研究は、雑草の駆除や管理を対象に進められてきた。雑草の定義として、 以下のようなものが挙げられている。農学の立場から見て、作物に直接または間接的な害をもたらし、その生産を減少させる植物植物生態学の立場から見て、人の活動で大きく拡乱された土地に自然に発生、生育する植物一般人の立場から見て、人々の身の回りに自生する草、アメリカ雑草学会、人類の活動と幸福、繁栄に対して、 これに逆らったり、これを妨害したりするすべての植物。このうちの一だけを雑草とみなす考え方もある。雑草は自生地によって一家のように分類できる。水田の場合、稲の成長の間は雑草は駆除の対象となるが、稲刈りから次の春までは雑草は比較的放置される。ここには水田雑草と呼ばれる特殊な植物群が存在する。 海藻を食べる文化の少ない欧米では、これらの海藻も海の雑草と一括りにして、呼び名を表している。日本では、ワカメ昆布もずくなどの海藻については、食用とするため雑草と呼ぶことはない。環境に共通する特徴は、極めて人為的格乱を激しく受ける場所だということで、ある。運動場や、道路脇では、まず、強い日照、水不足、 土壌の少なさと乏しい肥料分、埃や梅園、それに踏みつけがあり、その上に少なくとも数ヶ月ごとに草刈りが行われる。畑や庭園では、水や土壌などの点では、植物の生活に適しているが、土壌は定期的に拡拌され、草刈りの手入れはもっと頻繁に行われる。従って、このような環境で生活を営み続けられるのは、 その生活に強く適応した植物であり、雑草の多くは人家周辺でのみ生活しているものである。このような植物は自然の保存された山野では見られず、例えば人が道を作ると必ず出現する。木本では、まずこの生育は維持できない。世代時間が長すぎるため、また、財に資源を投入しても借り入れによって無駄になるからで、ある。のいやささるいなど、 それに近い生育を送るものがあるが、それらは地下にかなりの栄養を持ち、刈り取られてもすぐに地上部を再生させる。生た泡立ち草雑草の住む過酷な生活環境を乗り切るには特殊な能力が必要である。それぞれの種はそれなりの方法で乗り切る仕組みを持っている。代表的なのは次のような能力である。人類の住む環境には、例えば堤防のように、 常に人々の手が入るわけではないが、定期的に草刈りがなされたり、火入れが行われたりする環境もある。そこに生える植物は人里植物と言われる。全く人手の入らない環境とは異なったものが出現しがちで、それらには雑草と共通する性質が見られる場合もある。里山はさらに人々の働きかけの少ない環境ながら、 やはり人々の影響下にある自然である。農作物の工作を行う際には雑草が原因で収穫量が減少し収益が低下してしまうどころか農業害虫の発生源で放置すれば壊滅的な被害をもたらすため雑草の防除を定期的に行う。雑草の防除方法には草刈りの他にも除草剤を使って効率的に除草したり 暴走ブロックや暴走シートを用いて、雑草が生えることを抑える方法がある。除草技術の歩み日本、雑草学の発汗農薬工業会。ありがとうございます。